皆さんこんにちは。これからノウサギのくくり罠の仕掛け作りについて説明するき、よう見よってよ。仕掛け作りに必要ながは、まずは真鍮の針金焼きね。それと締め付け防止金具に使うナットを1個、これも必要焼き用意しちょってよ。ほんなら仕掛け作りを始めるで。まずは 1.8 メートルに切った真鍮の針金を半分に折るで。ほんで、端から2センチくらいのところに千枚同士を当てて、針金を曲げ、こんな風にぐるぐる回しちゃってね。こんな感じに仕上げる気ね。次に今作った針金の輪の部分を、なんか動かんもんに固定して、もう一方の針金の輪の部分を電動ドリルの先端に引っ掛けるね。ほんで、用意ができたら電動ドリルをゆっくりと回して、針金を二重に寄っていく気ね。電動ドリルがなかったら手で回してもろうても構わんけど、電動ドリルを使うと綺麗にできるきね。次に二重に寄った針金に締め付け防止金具を通しちゃって、こんな感じやき。ほんで通したら千枚同士で作った針金の輪の部分に針金の反対の部分を通して輪を作るきね。輪の大きさは拳1個分が目安やと言われゆき、よう覚えちょってね。ほんで最後に締め付け防止金具を固定するで、作った輪の反対側の位置を目安にして、こんな風に締め付け防止金具をひねって固定したらおしまいやきね。これで仕掛け作りはおしまいやき。仕掛け作りが完了したら、真鍮の光沢を落とす作業に入るきね。日向に2、3ヶ月置いちょくだけでも真鍮の光沢は自然に消えるけど、急ぐ場合にはこうやって草を燃やして、その煙で光沢を消せばいいき、覚えちょってね。なら、これからくくり罠を山に仕掛けるき、よう見よってよ。用意するがは、仕掛けに必要な長い棒1本と短い棒1本で、それと剪定バサミがあると便利やき、用意しちょってね。まずはじめに、長い棒を地面に刺し、しっかりと固定するで。次に、短い棒の端を斜めに切って、先端を尖らせちゃってね。ほんで90度回転させ、先端の真ん中に切り込みを入れちゃってね。こんな感じやき。次に短い棒を地面に刺し、しっかりと固定するで。ほんなら、ここからくくり罠を実際に仕掛けてみるきね。まずは長い棒の先にくくり罠をがっちりと固定するで。直接立ち木に固定するのも手やけんど、造輪チアと固定できるものがない場合もあるき、今回は長い棒を用いたきね。次に短い棒の切り込みにくくり穴を挟んで罠をセットするで。罠の高さは地面から握り拳一つ分、罠の大きさも握り拳一つ分が目安やき、こんな感じで作っちゃってね。ほんで、最後に罠の形を整えたら出来上がりやきね。罠をセットしたら、短い棒の反対側に枝切れを刺して置いちょってね。ほんで、罠の周りに糸状を敷いたら、くくり罠の完成やきね。皆さん最後まで見てくれて、ほんまにありがとう。ノウサギの捕獲は結構難しいけど、苗木を植えたらスッと仕掛けるがが肝心やき、みんなもこじゃんとチャレンジしてみてね。ほんなら皆さん、さようなら。